はい、モリアオガエルのね、いる裏庭の池でございます。今年も元気に卵を産んでくれております。ここに、1、2、3、4、5。あとね、今見えないんですけど、あっちの方にも産んでましたね。ここに、端っこのところに、第1号があったのが、よいしょ。あと、ここにね、第1号がいるんですけど、これ無事なのかな？まだ生まれてはないと思うんですけど、生きてるのかな、どうなのかなって感じですね。で、この池のすぐ右側にあるこの大きいツツジをね、今日は強剪定していきたいと思います。これがね、すごい大きくなっちゃったんですよね。で、これを40〜50センチぐらいかな、ザクッと切っていきたいと思います。このくらいのサイズ。この辺まで切るんだ。枯れてるのか。これどうしようか。この枝枯れかけてるけど、まあいいか。遠くなってきた。
よいしょ。これは完全枯れてんのか、ここね、こんなに隙間が空いちゃったんですけど、これがさっきこの上に乗って作業しようと思ったら、こう岩がグググググーっと倒れそうになって空いちゃった穴です。元はね、このこっちをなんだ土手の方までぴったりくっついてたんですけど、ぐらーっとね寄っちゃって隙間が空いちゃいました。で、引っ張ったんだけど重たいからかね、戻んないんですよね。よし、こんなもんかな。このくらいのサイズ。はい、このくらいざっくり切っちゃいましょう。ね、アフターで、ここちょっと残ってるんですけど、このこれはね、モリアオガエルの卵を乗っけてるゆりかごになりますので、シーズンが終わるまではこのままにしておきます。で、その上の1本、これはちょうど卵を産んでるので、これも同じくこのままにしておきます。これね、今日剪定した後でございます。じゃーん、このくらいね、体がすっぽりしゃがむと隠れるぐらいざっくり切りました。で、このくらい溜まったっていうですね。よいしょよいしょよいしょ、あれ切れちゃった。よいしょっと、あ、切れちゃった。よいしょよいしょ
いしょ、遠いな、よいしょ、届かない、よいしょ、もうちょいこっち来い、あ、来た来た、よいしょ、こんなもんか、よいしょ。意外とね、一輪車って乗らないんだよね、枝がね。そう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 、なんていうか、かさばるから。あのさ、これに乗っけて運んだ方がよくね。あのね、小さく切ってるとよく入るんだけど、うん、あのこんだけざっくり切ってるとそれはそれでかさばっちゃってあんまり入んない。かといって小さく切るのはめんどくさいと。そうそうそう、はい、それだったら往復する、往復するのもめんどくさくない？まあね、でもなんか2往復ぐらいでいけた、まあ2台だからか、うん、2台で2往復でいけそうな感じ。じゃあ合計 4台ですね。そうですね、 4台分、 4杯分ぐらい、4杯分。あまり無茶な積み方しても途中で落っことして帰って手間になるしね、うん、まず そこが通れるかどうかが不安です。ああそうね、そんなもんに考えてなかったでしょ。いや多分なんとかなる。あ、そう、意外とそういうのはなんとかなる。あ、いや、あのお父さんが上から覆いかぶさってくれれば、重しになってくれれば失水量思い出す、失水量の軽トラ軽トラの後ろで3人ぐらいでさ乗っかって重しになってくる落ちないようにするんでしょ。そうそうそう、うん、楽しかったなこんなもんにしとこうか。この間私2トンだか4トンだかのトラックの荷台に乗って運ばれたよ。あ、そう、うん、楽しかった。資源回収、うん、へえ、楽しかった。うん、あれはあの何、グラウンドの中で。グラウンドの中で。なるほどね。で、あの降りた方がいいですかって聞いたら、うん、いや、いいんですけどバレないようにしゃがんでてくださいっていや、グラウンドの中だから別に捕まりはしないけどというわけで、そこんちの息子さんと一緒に運ばれました。あ、そうなんだ。頼むか。あとは往復しよう。こんだけ、こんだけいっぱい乗って、まだまだあります。よいしょ。さて、通るでしょうか。あ、通る。いける？あー、ガサガサガサ。嫌な音が。あ、まだ、お、大丈夫。よいしょ、やばい。あ、取った取った、もう大丈夫。